太古の地球の姿。昔、大陸は一つだったんだ。じゃあ、これは？月だ。もうすぐ君に本物を見せてあげる。世界はどこまでもつながってる。だからここを出たら月にだって行けるんだ。武器のロックを解除します。
ミュールは配達依存症の集団だ。以前世界はネットワークでつながった。配送する荷物の仕分けやシステムの運営は AI、 配達はドローンが担当していた。人々は配送業務から完全に解放された。しかし配送革命も、以前から言われていたようなシンギュラリティも起きなかった。自動化を極めた反動が起きた。人が不在の配送やサービスは人を不安にした。そこで配送システムの運営も配達も以前のようにやはり人が関与するように変更されたんだが、それが配達依存症を生んだ。ミュールの生きがいは荷物だ。他人の荷物を奪って生きている。ミュールにとって配達人は格好の餌食だ。荷物を取られてはならない。の消耗は早いはずだ。配送の途中で靴が壊れたら命取りになる。裸足では負荷も大きく足の怪我も避けられまい。そこでリストにブーツを追加してもらった。ブリッジズ正式仕様、君の足に合わせてやる。常に予備の靴を持ち歩くべきだ。もし不意に壊れてしまったら、各施設の配送端末で武器装備作成ができるぞ。素晴らしい予算、カイラルプリンターを扱えるようになったな。念のために説明しておくが、カイラル通信はビーチを通信経路として利用するシステムだ。無時間による大容量通信が可能なのはビーチを使うからだ。知っての通り、大容量データを送るには処理時間が膨大にかかる。カイラル通信というものは嵐のタイムマシンではないかと考えられている。つまりカイラル通信はデータを過去に送っているのだ。だが今のところその原理の全てが解明されているわけではない。ビーチのこともカイラル通信も。その意味では私たちは火を手にした原人と同じだ。役に立つが同時に危険も伴う。そうは思わないか。十分に理解しないままそんな道具を使っているんだからな。 BT はビーチがなければ来なかったはずだ。だからビーチの研究は私に、私たちに成果をもたらしてくれるはずだ。そして君ももちろん貴重な研究の対象だ。君にも研究の結果は伝えていくつもりだ。
これからもね。お疲れ様でした。